そして今回も五十嵐俊二が新たな技に挑戦する。体育館で五十嵐を待っていたものは、あれ見たことあるぞ俺。それはバスケットのゴールとトランポリン。実は前回の放送でアクロバットバスケチームダンクデビルズがトランポリンを使ったスーパーダンクショーを披露。そこで今回は、五十嵐の挑戦のためにダンクデビルズがスロベニアより緊急来日。今回挑戦するのはスーパーダンクシュート。しかも本番はスタジオ収録当日。できっかなこれ。これやばいよね。スタジオでの一発勝負、成功できるか。五十嵐は中学高校の6年間バスケットボール部に所属。だがダンクシュートは決めたことがない。そんな五十嵐が挑戦するのはこのシュート。空中でボールを股にくぐらせてダンク。その名もライダーダンク。ライダーダンクを決めるためにまずはトランポリンの練習。うわ怖い怖い。簡単そうに見えたのだがやってみると想像以上に難しい。いやまだ飛ぶ恐怖が。重心をかけながらをなんかその決められた動作で飛ぶのが難しい。2日目からはボールを使っての練習。いきます。うわダメだ怖い。恐怖が先に立ち思いっきりジャンプできない。ちくしょう。動きが多い分普通のダンクシュートより難易度は格段に上。惜しい。もうちょっと今縮まった。諦めずにトライし続ける五十嵐だが、ダッシュとジャンプを繰り返すため体力の消耗が激しい。そしてそれは93回目のことだった。初めてリングに触った。だが100回を超えて体力は限界に。体が動かなくなった。五十嵐俊二、この後スタジオで一発勝負。ライダーダンクシュートを決められるか。今回スタジオで五十嵐君が生で見れるんですね。行きましょう。五十嵐君出てくれ。最強勇者登場。さらにダンクデビルズです。スーパーダンク集団ダンクデビルズも登場。今回が一番ちょっと緊張感のある。一番緊張感がありますね。やっぱりそのスタジオでやるっていうので失敗はできないし、まずは緊急来日ダンクデビルズの超かっこいいパフォーマンス。さすがはダンクデビルズ、華麗なスーパーダンク。ゲストたちも参加。一体どんなダンクを見せる？
その頭上を越えてダンク。立っているだけでもかなり怖い。そして究極の大技、人間タワー。なんと高さ 3.5メートル。これを飛び越え、スーパーダンクを決めることができるか。ここで五十嵐がデビルズのショーに参加。しかしこれはウォーミングアップに過ぎない。 OK、 やったー。五十嵐にとって本番はここから。個人技になるわけ、今から。個人技、うわー。アドバイスとかあります？成功するためのベストを尽くせば絶対いけるよ。五十嵐君頑張って。じゃあいってきます。五十嵐が挑戦するのはライダーダンク。動きが多い分、普通のダンクより格段に難しいスーパーシュートだ。五十嵐俊二がスタジオでスーパーダンク一発勝負に挑戦。五十嵐君、準備の方よろしいでしょうか？はい。それではお願いします。頼む。頑張れ頑張れ頑張れ。いよいよ挑戦スタート。一発勝負というプレッシャーの中、ライダーダンク成功。いかがでした？皆さんから見て、五十嵐君。これは超難しいダンクだからね。五十嵐は本当にすごいよ。すごい。またぜひ新たなチャレンジでね、挑んでいただきたいと思います。五十嵐君でした。どうもありがとうございました。そしてダンクデビューの皆さんでした。ありがとうございました。